ウィリフレド・ベニテスは、プエルトリコの元プロボクサー。アメリカ合衆国ニューヨーク州生まれ、史上最年少で世界王座を獲得。スーパーライト級、ウェルター級、スーパーウェルター級で3階級制覇を成し遂げた。1973年11月22日、プロデビュー。1976年3月6日、WBA 世界スーパーライト級タイトルマッチで、 アントニオセルバンテスに 15R 判定勝ちを収め、同王座を獲得し、17歳6ヶ月で史上最年少世界王者となった。同王座は2回の防衛成功の後、同年12月に返上した。1979年1月14日、WBC 世界ウェルター級タイトルマッチで、カルロス・パロミノに十5 r 判定勝ちを収め、同王座を獲得し、2回級制覇に成功した。 1979年11月30日、2度目の防衛戦で、シュガーレレナードに15キコ負けを喫し、王座から陥落した。1981年5月23日、WBC 世界スーパーウェルター級タイトルマッチで、モーリス・ホープと対戦し、12RKO 勝ちを収め、同王座を獲得し、3回級制覇に成功した。 1982年1月30日、ロベルト・デューランに 15R 判定勝ちを収め、2度目の防衛に成功した。1982年12月3日、ルイジアナ・スーパードームで2階級制覇を目論む、トーマス・ハーンズと3度目の防衛戦で対戦し、15R 判定負けで王座から陥落した。 1990年9月29日、スコット・パパサドラとの試合を最後に引退した。幼少期に父から厳しい練習を課された反動から、プロ入りの時点ではすっかり練習嫌いとなったことでも知られ、1979年のレナード戦は、試合以前1週間の練習だけで調整したという。それがたたり悲願し、小負けすることが多くなったキャリア晩年に差し掛かってから、 重度のパンチドランカーの症状に悩まされた。引退した今でも時折メディアに姿を現すものの、敗人同然の彼は一人でまともに生活できない、どころか自分を認識できない、心身喪失状態にあり、姉の介護を受けながら静かに仲良く暮らす姿が伝えられている。ありがとうございます。